皆さんこんにちは、ゆきです。今回は久しぶりのコラボ動画ということで、私の大先輩にあたる形成外科の村松先生をと一緒に撮影させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今豊洲のクリニックにちょっとお邪魔させていただいて撮影をしてるんですけど、はい、傷と傷跡のクリニック豊洲院っていうところに来させていただきました。まず先生の自己紹介を簡単にお願いいたします。はい、豊洲の方で傷と傷跡のクリニック豊洲院という形成外科のクリニックをやっております、院長の村松秀樹と申します。もう名前がですね、傷と傷跡のクリニックという通り、はい、怪我、やけど、傷跡、あとはですね、うちはリストカットですね、微小の傷跡を、はい、まあ、専門にやっております。はい、他にはまあ皮膚腫瘍とかも一応させていただいている形成外科のクリニックになりますので、名前だけでも覚えていただきます。近くにある眼鏡有明病院に勤務していた際に、よく術後の傷、うん、なかなか色が取れないとか、盛り上がっちゃってずっと困ってるみたいな方を、うん、バンバン先生のクリニックに勝手に送らせていただいてまして、またこうして久々にというかお会いできて嬉しいです。いつも自分の経歴とかやってきた勉強とかばっかりお話をしているので、うん、今日先生が今こうして院長としてやられるまでに至るまでにというか、どんなご経歴をたどられたのかなんてお話をちょっと最初に伺おうかなと思うんですけど、ちょっとですね、結構うち家庭環境あまりよろしくなくて、中学校の時とか結構ひどい感じで、夜だいたい外をほっつき回って歩き回ってみたいな感じの人間だったんですよね。なんか想像つかないんですけど、優等生そうな感じなんですけど、まあ、優等生っていうか、あんまりなんて言うんでしょう、そのバリバリのヤンキーとかではないんだけど、 あまり勉強とかしなかったですね。あ、そうなんですね。はいはい、なのに田舎って一番上がまあ普通高校で、簡単に言うと、はい、次商業高校で工業高校って感じなんですよ。そうなんですね。勉強はしなかったんで、もう中学2年生ぐらいの時は、うん、まあ、工業高校にまあ行けるぐらいのレベルの僕成績だったんですね。本当ですかね。クラスの中でも下の方だったんですよね。あ、そうなんですね。でもなんかこうこのまんまでいいのかなって突然思い出して、工業、はい、高校行って楽しいのかなと思ってて、うん、その時に、うん、恥ずかしいですけど、真剣ゼミってあるじゃないですか。あ、はい、わかります。はい、真剣ゼミよく送られてくるじゃないですか、はい、家に。はい、でそれ見ると試験も真剣ゼミやってできるようになったんですって、うん、はい、それを見た時に、あ、俺もこうなれるんじゃないのかなって、はい、真剣ゼミをやりたいっつって、うん、行ったんですよ。あ、そうなんですね。その時は父親と一緒に暮らしてて、はい、ちょっと離婚してて、はい、父親と暮らしてて、うん、で父親に、俺ちょっと真剣ゼミやりたいの、勉強したいんだよって言ったら、無理だっつって、まさかの、もうシャッター閉められるっていう感じになって、はい、マジかよと思って、うん、ちょっともうこのまま俺この父親といたら上上がっていけないなっていうのをすごく思って、はい、家を飛び出したんですよね。そうなんですか。はい、置き手紙一つと、その時飼ってた犬一匹置いて飛び出して、母親の方に行って、あ、そんなドラマチックな過去が終わりなんですね。今となってはですけど、笑い話すごいですね。はい、でもまあその父親とはね、ずっと会わなかったので、もう27年会わなかったんで、はい、そうなんですけど、まあそれで母親の方に行って、母親はしっかりこう、はい、教育に、うん、結構お金をかけてくれる人なんですよ。あ、そうだったんですね。家庭教室つけたりとか、はい、それでまあなんとか成績ちょっと上がっていって、うん、普通の高校に入れて、あ、まあ、そこからちょっとずつまた勉強していって、はい、浪人してるけど、はい、なんとか私立の学部入って医者になれたみたいな、はい、感じですね。すごい、思った以上の面白いエピソードが聞けました。ありがとうございます。そうですね、すごいですね。あんまりまあ言ったことはないですけどね。まあ、親を捨ててるっちゃ捨ててるので、いやでもすごいですね。はい、感銘を受けました。その経験が今の自分を作ってるので、父親にも感謝っちゃ感謝し、うん、その時育ってくれた親にも感謝ですし、そうですよね。はい、実は私も両親が離婚してて、ちょっと共感と思ったら全然違う話でちょっとびっくりしたんですけど、ありがとうございます。はいはい、いやでも多分見てくださってる方の中にも、そんなうまくいってないよっていう子もよくコメントとかでいただくので、なんかちょっとパワーを与えられたらいいのかなと思います。そうですね。はい、例えばちょっとうちだとね、結構リストカットの患者さんがあって、必ずどうしてリストカットしたかって話を聞くんですけど、うん、今うちの方で統計とか取ってるんですけど、ほぼ9割が人間関係
なんですよね、やっぱり悩みが。そうなんですね。ほとんどが親子の人間関係か学校の人間関係なんですよ。そうなんですね。リストラットの理由って、あ、結構恋愛とかなのかなって思ってたんですけど、恋愛ほとんどないです。あ、そうなんですね。思春期だからっていうのもあると思うんですけど、思春期にやっぱりリストカットすることが多いので、うん、男女のトラブルあんまないんですよ。あ、そうなんですね。男女のトラブルでやっぱり切るのは二十歳以降とかですね。あ、なるほど、うん、そうなんですね。もうほとんどやっぱり思春期の頃はもう親子の関係か、はい、学校での人間関係ですね。そうなんですね。いや、勉強になります。なんで親子を捨てた自分としては、あ、でもなんかつながってるかもしれないですね、うん、今に。そこからやっぱり辛いとこから、ね、逃げ出したりするっていうのは別に悪いことじゃないんだろうなと思うんですよね、うん。まあ、そういういろいろがあっての先生大学に行かれて、はい、その後、まあ、私も結局選んだ形成外科を選ばれたきっかけとか理由とかがもしあればお話ししていただきたいなと思います。はい、自分は、まあ、あんまりなんていうんですかね、結構出なかったんですけど。あ、そうなんです。面白い、はい、30% ぐらいしか出なくて。あ、そうです。すごいリアル。リアルですね。はい、はい、まあ、リアルだったらダメじゃないですか。あ、そうですね。自分の時は結構大丈夫なんです。あ、そうなんですね。まあ、それでもなんとかこう上がってって言ったんですけど、はい、まあ、自分の主任担当みたいな先生が形成科の准教授だったんですね、はい、その時に。で、その先生が、お前、俺の授業は来いとか言われて、で、行ったんですよ。はい、で、1時間くらいの授業がもうめっちゃくちゃ伸びて1時間半ぐらいだったんですけど、うん、形成外科の症例を片っ端から流して、あ、それ面白そうですね、はい、あれだったんですよ、はい、そこで見たのがやっぱりこの腹部皮弁って、はい、ちょっと今はもうないんですけど、親指を亡くなった人がお腹の中に指を突っ込んでおいて、うん、2週間後に切り離すと親指になる。そうですよね。昔あった、はいはい、うん、それを見た時にやっぱり結構衝撃を受けて、うん、普通じゃないことがきっと好きなんでしょうね、僕は。あ、はい、でも形成ってそういうとこありますよね。ちょっとおかしいオペが多いというか。そんなこと考えるみたいなのがあるじゃないですか。はいはい、やっぱり形成外科になろうっていう人ってちょっと離れてますよね、うん、もう本流から離れてるから。そう思います。はい、自分もちょっと違うこと、こんな普通じゃないってことをやっぱり、うん、できるっていうのがすごく面白いなと思って、はい、形成外科を選びましたね。で、その形成外科に進まれて、多分しばらく先生大学に所属されてたかなと思うんですけど、そうですね、今こうしてクリニックを持たれて何年目ぐらいになるんでしたか。うん、今5年経って今6年目になってますか。おめでとうございます。はい、もしよければその、まあ、ずっと大きい組織の中でやられて独立開業されて、うん、なんかそこのいきさつというか、どういう思いがあってとかお聞きできたらなと思うんですけど。そうですね、うん、僕は昭和大学っていう局に所属させていただいて、はい、そのまま、まあ、卒業してそのまま自分の母校で入ったんですよね。あ、そうなんですね。うん、うちの昭和大学の形成科の局って、はい、とにかく全国に関連病院があって、あ、全国に1年ごとに飛ばされるんです。あ、そうなんですね。はい、例えば入ったの4月5月、はい、入局するじゃないですか、はい、7月にまず横浜に飛ばされて、でそこに2年間研修させてもらうとしたら、はい、思ったら10ヶ月ぐらいでどんどん福岡飛ばされて、福岡から次の年に愛知に飛んで、すごいですね。1年大きいです。そんななんですね。はい、でその次の4年目の時に東京の大学持ってきて、はい、5年目は埼玉に行って、はい、その次に福岡に、その次今度は福島に、おー、はい、福島で専門医を取ったんですよ。あ、そうなんですね。うん、すごくいい病院だったんですけど、はい、福岡も福島もでかい病院で1000床ぐらいある病院だったんですよ。あ、すごい。あ、そうなんですね。すごい病院で、あの積算士が毎晩来る。うわー、大変。救急車を断っちゃいけないような病院で、で専門医を取った瞬間に群馬に飛ばされて、はい、予兆がいなくなったんです。で専門医になって2、3ヶ月ぐらいでその群馬の、はい、しかも群馬県の中で認定施設ってそこしかなかったんです。はい、あ、そうなんですか。群馬県の全ての形成外科が必要な人を自分が部長になっている。うわー、まだお若いですもんね。5年6年目とかですもんね。そうですね、今その7年目か、はい、本当怖かったですね。そうですよね。更新公害率とかすごいいたんですよ。更新公害率だと7年目で1人で やられてたんですよね。下の1個下の人間が先にいたから、
まあ、いろんなところで更新効率はちょっとさせてはいただきましたけど、うん、そうですよね、はい、でもやっぱりこう、ね、不安はありましたけど、時代が違いますよね、結構ね。飛びすぎですね、それにしても。いや、でも楽しかったですよ。ちなみにご結婚ってどのタイミングになられたんですか？結婚はですね、もうちょっと後ですか？埼玉で知り合った、まあ、看護師と。ああ、そうなんですね。群馬にいた時に、ね、で一緒にちょっとこう、あちこち、はい、そうだったんですね。で群馬でずっと働いて7年ぐらい部長をさせてもらったんですよ、はい、長かったですね、うん、でそこでやっぱりこう頑張って、はい、その実績を認められたと思うんですけど、はい、で大学に戻ってこいって言われて、そうですね、15年目ぐらいの時に戻ってきて大学に戻って、はい、教授になると思ってたんです。あ、そうだったんですね、先生、うん、はい。でもちょっと合わねえなと思って、はいはい、やっぱり大学の組織ってなかなかやっぱりこう壁が大きいとか、うん、そうですよね、自分がやりたいことなかなかできないなと思って、うんうん、これがいいと思うけど、やっぱりいろんな人をやっぱり交渉しなきゃいけないから、 すごい人はたくさんいるけど、自分がやりたいことなかなかできないなと思って、で教授になるまでってやっぱり10年ぐらい絶対かかるわけじゃないですか、はい、そうですよね、ここまで頑張ってずっと耐え続け、自分のやりたいことをあんまりできないで耐え続けてっていうのはすごく悩んでた時に、シンガポールにちょっとだけ留学させてもらう機会があったんですよ。そうだったんですね、はい、そこでやっぱりこう海外を見て、うん、昔から怪我とか火傷とか傷跡で悩んでる人がいるっていうのはすごく感じてたので、はい、自分もそういうところで何か力になれるんじゃないかなとか、形成外科が全然日本って知られてないじゃないですか、はい、うん、形成外科ですって言って、ね、骨ですか、ですね、みたいな言われますね、大体整形とも違われます、はい、海外行くとそれがないわけですね、はい、うん、形成外科って言ったら形成外科なんですよね、はい、だそういうのがすごくちょっとギャップが大きくて、うん、日本でも形成外科がちゃんと認められるように、形成外科って例えば開業しようと思っても美容外科になるか皮膚科になるかとか、そうですね、形成外科単独で開業するってなかなか難しいんで、はい、なんかそういう世の中嫌だなと思って、うん、自分のやってることを知ってほしいなと思って、こんな変なクリニックをじゃあ開業しよう、変ではない、総称と反根治療を、うん、メインにしたクリニックを作ろう、それが好きだったっていうのもあるんですけど、はい、総称治療と反根治療ってすごいコロコロ変わっていくから、うん、その変わること好きなんですよ、新しいものバンバン入れるから。で治療法がっていうことですか？治療法がですね、例えば、はい、先生もご存知かわかんないですけど、例えばフィブラストスプレーとかもあるじゃないですか、あ、ありますね、はい、フィブラストスプレーもこう出た時って結構衝撃だったし、うん、その後にこうバックとかあるんですか、はい、陰圧閉鎖療法とか、うん、あといろいろ熱傷の治療でも培養表現、そうですね、はい、人工神秘があったりとか、うん、いろんなものが新しいものをどんどん取り入れていくことが結構自分好きだったんですよね、はい、でも大学とか行って更新効率っていうのは新しいものを取り入れるっていうのはあんまりないので、そうかもしれないです、うん、なんか新しいものをやっていく方が自分の中では好きだなと思って、はい、新しいものを取り入れるためにこういうクリニックを開業して、新しいものを取り入れすぎてスタッフが迷惑して、確かに覚えること多そうですね、それは。でもまたこんなのかみたいな感じで迷惑をかけてますけど、はい、で最後に宣伝でも大丈夫ですし、はい、あとは、まあ、私の視聴者さんって、まあ、割と学生さんとか医学生の方とか、そのお母さん世代の方もいっぱいいらっしゃるんですけど、うんうんうん、何かメッセージとかもしあればお願いします。そうですね、まずやっぱり形成外科の魅力みたいのはぜひ先生から知ってほしいなと思うんですよね、はい、やっぱりこう形成外科っていうのは普通ではないかなんですよね、うん、自分が何か普通の人間じゃなくてもっともっと違う人間になりたいと思ったら、やっぱり形成外科ってすごく魅力的だと思うんですよね、はいはい、だって他にやってる人少ないし、うん、自分しかできないことっていうのはむちゃくちゃあるんで、はい、先生だから来たっていう人もたくさんいると思うんですよね、まあ、そういう人になりたいと思う人は本当に形成外科向いてるなとは思います、はい、アイデアもめちゃくちゃありますしね。そうですね、面白いかですよね、うん、本当に、はい、手先が器用かどうかっていうのは、まあ、もちろんなくはないですけど、うんうん、でも結構それは訓練でそうですね、いくらでもできるし、はい、僕いろんな分野見ましたけど全部面白かったなと思うので、はい、どこに行っても形成外科に行ってこう損をすることはないと思うので、はい、ぜひ形成外科の魅力をゆき先生から感じてほしいなと思います、はいはい、これからも頑張ります。お願いします、はい、じゃあ先生今日は貴重なお話をありがとうございました。先生の方の YouTube もありますの で、そちらでも一本コラボをさせていただいているので、
ぜひ皆さん概要欄に貼っとくのでご覧ください。動画が面白かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。じゃあありがとうございました。